Alright then, let's go do it. Whoa! Pull up. That's a wall. I'm stuck. Oh god! Oh god! There we go. So this place actually is freaking huge, this map. like, really freaking huge. God damn it. I don't know if there's gonna be towns and other on the other islands as well, but yeah. Should be fun. Bring it, balls! First fight! Fuck all of you! Hack through! Come on, die! Again, like in the Hollow Fragment, we start at level 1, quote-unquote, which is actually 100. Same thing with your personal character. Every personal avatar you make, you have to level up on your own, so I recommend just making one once we unlock it. Yay! やったね。数の割には大したことなかったね。一体一体が強かったらやばかったかもしれないけど、この調子なら先に進めばかなり手強くなっていきそうね。エールを。面白いじゃない。ああ、今回は雑魚的だったけど、これからどんどん強敵が出現するんだろうな。二人とも目がギラついてるよ。別にいいだろ。純粋にゲームを楽しめる空間なんだからさ。 さすが、生粋のゲーマーは違うね。しかも、キリト君ってば、相当前からこのゲームに目をつけてたもんね。ああ、そうだったな。そう。俺は SAO から生還し、退院してすぐに ALO に興味を持った。無事に家に戻り、ようやく現実の生活に慣れつつあった頃、 お兄ちゃん、ちょっといい？ 妹のスグハ、ゲーム内ではリーファと呼ばれており、 SAOを生き抜いたプレイヤーの一人だ。私が前に遊んでた別の VRMMO があるって紹介したよね。まあ、アルブヘイムオンラインだな。空を自由に飛べるゲームで、種族間の争いが一つの要素なんだよな。そう、そして SAO のサーバーをコピーしたゲームが ALO なの。俺の恋人、結城アスナ。彼女とは SAO の中で出会った様々な出来事に巻き込まれ、二人で苦楽を分かち合い、俺たちは深い絆でつながれた。辛かった出来事、忘れたい記憶、重すぎる事実が心にのしかかる。俺たちには 2年以上も生き抜いたあの世界で、確かに得たものがある。そう感じていた。で、お兄ちゃん、ちょっとこの記事を見て。ネットワーク世界で人気の歌姫セブンは、実は天才科学者だった。それはマニアックな人が読む記事ではなく、テレビのニュースで流れるような、大衆に向けて用意されたものだった。 歌姫セブンは12歳ながら、その天才的な頭脳で様々な学位を飛び級で取得し、アメリカの MIT を首席で卒業したという天才科学者である。本名、七色アルシャービン女子だって。ああ、それ知ってるぞ。日本人とロシア人のハーフの子なの。仮想ネットワーク社会を研究してるんだって。ネットにも VR やフルダイブについて 考察した論文がいくつも掲載されてたぞ。よく知ってるね。ああ、俺はまだ誰にも言っていなかったが、将来は留学して VR 技術の研究をしたいと思ってた。だからこの幼い研究者のことはとても気になっていたのだ。それでね、 VRMMO の中でアイドル活動してるんだって。 SAO で戦ってきた私たちとしてはびっくりだよね。うん、そうだね。でも、こういうお祭り的な感じが本来のオンラインゲームなんだよ。でも、科学者がアイドルなんてすごいよね。私だったら恥ずかしくて絶対無理って思っちゃうけど。
12歳で天才で、しかも歌だけじゃなくて自分で作詞作曲アレンジもしてるなんて。この記事、歌姫の七色に透き通るような歌声が世界を照らし、種族同士の争いを止め、和平の道へと誘うって書かれてる。エール王ってプレイヤーキルがあり、あ、というか種族同士の競い合いが前提なのに、攻略のある意味足かせにならないか。やっぱり外国の人のゲームの楽しみ方はスケールが違うな。 VRMMO 研究で注目を浴びている少女、ちょっと興味が湧いてきたな。そんなこと、早く攻略してしまいましょう。これでも食らいなさい。やっ、sorry, I was eating something. Okay, let's go! Let's get a little fight in. Whoop, boom. You'll see me jump into the air and do a lot of aerial combos. I love doing it. Nope. Nope. You!There we go. Excuse me. There actually is a trophy you get for dying, so I'm just gonna go ahead and let these guys kill me quickly so I can get it. Come on. Come on. Hit me. Come on. No, hit me.God damn it, Asuna! Come on, hit me! Come on, almost there! One more good hit! There we go!Alright, now resurrect me. Nope! I don't want to resurrect there. Fuck. I think I had to be knocked out and be resurrected by a party member for it to work. That's annoying. I'll get it off screen, I guess.Attack! Woo! I love flying, so much fun. Alright, let's continue with the quest. I have to do this again? Fuck. Oh well. Fuck off!I love that they leave the cut lines in now as well. Come on, almost dead. There we go. Cut through. Fuck you. Whoop. Come on. Oh, we're at the barrier. Oh, I got him up against the wall.Get fucked! There we go! Alright, I've been through all this! Okay! Woo! Player がいるぞ。よし、ここのモンスターの討伐は完了した。次に進むぞ。ああ、
他のプレイヤーに先を越されるわけにはいかないからな。早く行っちゃったね。あいつらあの様子だと結構上級者みたいだな。ここのフィールドに来ているパーティーだもの、腕に覚えがあるやつらだと思う。もしかすると私たちのライバルになるかもね。一体どこのギルドだったんだろう。さて私たちもクエスト進めようよ。ああそうだな。All right then. Let's land. There we go. ああ、片っ端から調べてみるか。Okay. First, let's open this. All right. Let's search this place thoroughly. 鍵がかかっていて開きませんね。すごいな。この調子で行こうぜ。長い間人が住んでいないみたいであちこち傷んでますね。お、鍵があったぞ。これで建物の中に入れるわね。キリト君、早く開けてみてよ。ああ、わかった。どうやら建物の中にモンスターはいないようだな。ほら見て、あそこにあるのって石板じゃない。あ、早速見つけたか。ん、でもこれ岩の扉にあった穴よりずいぶん小さくないか。うん、半分くらいの大きさだと思う。もしかしてもう半分必要なのかな。ねえねえキリト君、向こうに日記が置いてあったよ。でかした。何かヒントが隠されてるかもしれないな。かなり古びてるけどどうにか読めそうだ。それじゃあ読んでみるわね。代々伝わる石板を割ってしまった、どうしよう。ワイバーンに一枚奪われてしまった。このことは誰にも言えない。一生秘密のまま生きるんだ。秘密を守ったまま生涯を終えることができそうだ。でも本心では誰かに見つけてほしいんだ。これで終わりみたいね。誰かがこの石板を半分に割ってしまったみたい。ワイバーンってモンスターの名前だよね。ああ、そいつのいるところに石板の片割れがあるってことだな。ユイ、どこにいるかわかるか。ワイバーンはここから北にある浮島に生息しています。これで次の目的地が決まったな。うん、次はその浮島に行ってみよう。Alright then. So, if you're wondering why I randomly got rid of the text during that cutscene, it's because a thing I did during the first Sword Art game is I would remove the text so people could see the picture that pops up when there's special ones like that. Which is a habit, which is a thing I'll carry on into this game as well. Because there are a lot of good ones so far that I've seen so far.Yep.最初は少し鬱陶しかった。Right, let's go. でも、Whoa! 理不尽な状況を受け止めて戦っているアスナを見てたら、私の SAO の世界で強くなって思うようになった。そんなことがあったんですか。まあ、They're gonna follow me if I don't. あんた何言ってんの？絶対嫌よ。残念だったね、キリト君。冗談。パパ。あの辺りの浮島が目的地です。なあ、もうすぐ到着だな。Alright then. ここが日記に書いてあった浮島か。
さて、ワイバーンはどこにいるのやら。キルト君、あそこ。いきなりボスのお出ましか。このモンスターを倒せば、もう一つの石板のかけらをゲットできるんだね。よし、みんな、行くぞ。このボスを倒せば、クエストクリアです。頑張ってください。 Let's kill this fucker。 まだ余裕だぜ。わっ、頑張って。 Ow。 You ain't got nowhere, motherfucker。 パパ、敵の体力が残り少しです。 Get back here, ain't done with you。Fuck you. Heal. Nice. Get back here, you little bitch. Yeah. Nice shot, Shinon. Quest clear. こんなの楽勝よ。クエストクリアできたみたいね。おめでとうです。やったー、やったね。みんなお疲れ様。皆さんやりましたね。ああ、これで石板のかけらが揃ったな。この石板をはめれば封印されていた扉が開くんだよね。やっとダンジョンの中に入れるってことね。早速行ってみようよ。ああ、そうだな。Alright then. That was fun. Grab this. I thought I... Yep, I see another one. Let's get that material. Woo! We're reaching the flight limit.Damn, it's gonna be one of these annoying ones, isn't it? There we go. Now, we can technically go above the flight limit so long as we're walking. We'll find another way to do it, so. Yeah. Ooh, another one! Gimme. I love flying in this game, it's so much fun. Ah. Ooh, did I see a shiny? I did see a shiny!Don't mind me, guys. And drop. Yoink. Let's go. Ooh, 225 Yule. Nice. Yule's the currency of the game, by the way. In case you can't tell. Yay, respawned. Alright. Drop down.あれ？どこかで見たと思ったら、さっき農場にいた人たちだよね。ん？お疲れ様。俺たちも同じクエストやってるんだ。そっちは順調か？ああ、順調さ。ワイバーンもお前たちより先に倒したぞ。このクエストは先にクリアさせてもらうぜ。俺たちだって負けないぜ。お前たちもせいぜい頑張れよ。俺たちに追いつけるとは思えないがな。ずいぶん自信があるんだな。有力ギルドにでも所属しているのか。ああ、俺たちは。おい、先を急ぐぞ。ああ、お前たちまたな。なあ、自信に見合った実力がありそうだったわね。ああ、さっき農場で。あいつらの戦闘を見かけたけど、実力は本物だったな。別に敵対する気はないけど、負けるのはやっぱり悔しいわね。そうだな。ゲームはプレイするだけで楽しいが、一番楽しいのは一番になることだからな。まあ、気を取り直してダンジョンに向かいましょう。ああ、他のプレイヤーたちとの競い合い、これも
VRMMO ならではの楽しみだ。再びこの感覚を味わえるようになったのは、この ALO に入ると決めたから。あの日俺は、ALO へのログインを決めたんだ。いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。上司の管に捕まっちゃってさ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で SAO 事件の被害者たち、つまり俺たちをケアする機関のリーダーだ。その日は俺だけでなく、アスナやスグハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね。歌姫セブン、僕も気になってたんだよ。今日は SAO の話じゃないのか。まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね。一般全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺もいろいろと調べたけど、話題性には十分だよな。あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を歌い、へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだな。でも君たちも興味を持っていたんだね。俺、ALO にログインしようと思ってるんだ。え？その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、SAO のサーバーをコピーした新たな世界、さらに SAO ではできなかった飛行を実現させている。今一番熱いゲームであることは間違いない。うん、そうだね、私もそう思うよ。この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく教えてくれたよな。あはは、バレちゃったら仕方ないね。実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘おうと思ってたんだ。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか。いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、また VR 世界に行くのは怖くないのかい？なあ、俺たちの経験は確かに辛いことが多かった。でもだからこそ意味のあるものだと信じている。これから VR 世界がどうなっていくのか、あの SAO を継承した世界で行く末を見てみたいと思うのは。私も行くよ、キリト君。アスナなら私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな、行こう二人とも。うん。こうして俺たちは ALO の世界へと旅立つことになった。うわあ！あの人たちモンスターに襲われてる。助けてあげようよ。ああ、そうだな。助けてくれ！よし、敵がスタンした。この隙に逃げるぞ。おお。なんとか逃げ切れたな。大丈夫か？うん、ありがとな。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。さっきのやつ中ボスクラスだよな。そんなのにいきなり襲われたらさすがにきついよな。俺たちのパーティーだけじゃこの先のダンジョンに進むのは無理そうなんだよ。なあ、あんたたちも力を貸してくれないか。あのモンスターダンジョンの入り口のあたりにいるから、倒さないと私たちも中に入れそうにないね。そうだな、俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒なら心強いぜ。ああ、よろしくな。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。 Alright, let's go do this.
So I think the storyline of this game takes place in between the events of I'm trying to think real quickly. In between the events of Gun Gale and the final Sword Art arc. Maybe. I'm not 100% sure. It's really hard to tell considering it's all, you know, alternate universe shit like that. Nope. Fuck you. Yeah. Kicked your ass. Turn around. Yay! More EXP! Probably you'll do. ありがとう。君たちは強いな。大したものじゃないけど、お礼として受け取ってくれ。それじゃ、俺たちは一度町に戻って、準備をしてからダンジョンに挑むことにするよ。またな。やっとダンジョンまで戻ってきたね。ああ、あとは手に入れた。石板のかけらをはめれば。やった！扉が開いた！どんなレアアイテムが眠ってるのか楽しみだね。え、早く入ってみましょうよ。そうだな。それじゃ、探索開始だ。大丈夫？どうかした？So they did a really good job, in my opinion, of making it feel like an MMO. A bit at least. I've played quite a few MMOs in my time, and a lot of it is a lot like this. Dungeon crawling and monster grinding. Alright. Item! 1,000 yield! Nice. Sharp claws. You can actually grind materials pretty damn easy by going in and out of here, and going to that place. Chests don't respawn, I believe, but yeah.I do know resource materials do. Slimes. Did not mean to use that. Get back here. Back of the head. Whoop. Unknown one-hand sword. Okay.Throughout the course of our dungeon crawlings, we'll probably come across items like that, that have unknown in it. They will be the, items we have to, have identified later on. Which we'll get into in a little bit. Alright, let's fight the boss! Luckily, it's not that bad. Whoop! Ow! I tried to dodge, but there was a cooldown time. Get back here! Come on! Huh. Damn it!Switch! Come on, come on! Basically, what that does is it allows us to do the switch combo. If we do it properly, that is. Woo! Nice shot! Basically, the bar underneath the menu, underneath the map, will slowly fill up as we fight.If you press R2 and L2, that will trigger that mode. Triangle and circle will stun the enemy, allowing you to do combos.羨ましがるだろうな。さて、
クエストも無事に終わったことだし、帰って休もうぜ。うん、そうだね。さすがに疲れちゃったよ。それじゃあダンジョンから出よっか。But before that...